キースティ・ペットは、イングランド出身のミュージシャン、ジャズピアニスト、作曲家。1970年代から主に、ジャズロックの分野で活動。数多くのジャムセッション実績を誇る同国の代表的なジャズプレイヤーの一人。1947年、イングランドのブリストルに生まれる。パッド・エヴァンスのリハーサルバンドで演奏する機会を得て、才能を認められた。 1968年の第1回バリーサマースクールにおいて最優秀ピアニストに選ばれた。各部門で最優秀に選ばれたエルトン・ディーン、マーク・チャリング、ニック・エヴァンス、ギラン・リオンズ、レッサークルと7月にキース・ティペット・グループを結成した。8月に同じバリーサマースクールでデビューコンサート。ドラムスはレスからアラン・ジャクソンに代わり、9月には初レコーディング。 1969年には1月から英国ジャズ協会の100クラブで演奏活動開始、8月からはマーキークラブに進出し常連となる。その後、キングクリムゾンなど様々なグループと知り合い、互いの作品にも参加した。1970年10月には、ファーストアルバム、You Are Here I, a m e r を発表。50人編成のビッグバンド、センティピードを企画し、 コンサートを行い、翌1971年1月には、セカンドアルバム、デディケーテッド・トゥ・ユーを発表するなど、当時は、ビッグバンド、小編成のジャズコンボ、オバリー・ロッチ等の即興演奏と、主に3つのスタイルで活動していた。その後、ジャズ、ロック、ポップスの膨大な数のセッションに参加し、多くのアルバムに名を刻んでいる。2013年及び、 2015年に来日公演を開催。同年にソフトマシーンレガシーのサポートとしても再来日した。2020年6月、心臓発作により72歳で死去。キースジュリー・ティッペッツ、ポール・ラザ・フォード・メモリアル2007ライブズマは、ブライアン・オーガーザ・トリニティなどで活動した、ボーカリスト、ジュリード・ドリス・コール。同夫妻による、キース ジュリー・ティッペッツ名義で活動することもある。ありがとうございます。